シャチボンは JR 東海フードサービス株式会社が JR 名古屋駅内で販売していたシャチ型のシュークリーム。2000年に販売が開始され名古屋名物の一つとなったが2011年に販売が中止された。シャチボン JR 名古屋駅コンコースの喫茶店ボンボヤージュで2000年前から販売が始まった口にイチゴ。 目玉に生クリームとチョコを使ったシャチ型のシュークリーム。売れ行きが予想できず、発売当初は1日6個を限定販売するのみであったが、たちまち大人気となり、ネット上では名古屋を訪れた人たちのシャチボン体験記まで書かれるようになった。シャチボン登場以来、JR 名古屋駅内でのみ販売された。2004年秋のコンコースのリニューアル工事に伴い、 カフェラウンジ・ボン・ボヤージュは閉店し、シャチボンは既存の喫茶店であった、持ちきに引き継がれた。持ちきのみでの販売の時期を経て、シャチボンは名古屋駅中央コンコースにあるラーメン店、名古屋でも閉売される時期があった。2007年4月、喫茶店、カフェ・アロームが開店し、シャチボン・ブタツを乗せた名古屋城パフェも販売されるようになった。2011年2月末の カフェアロームの閉店とともに、休養と称してシャチボンの販売は中止された。シャチボンの構成部品は、下記の通り。本体は超円形で、水平方向に上下をほとんど分断寸前まで、深く切り込み、その切り込みの中に上下層のクリーム、下を配置する。上層のクリームを高く盛ることにより、シャチボンの口を大きく開けさせている。本体は下顎を形成することとなる。 本体後方には穴がうがたれ、そこにビブがはめられている。ビブ内のカスタードクリームと本体の仮想クリームとで、本体とビブが接着されている。胸びれは生クリームで本体と接着されている。なお、本体、ビブ等の故障は、本校での説明のために便宜的に用いたものであり、正式故障ではない。2007年4月の カフェアローム開店と同時に発売開始されたパフェ。名古屋城の屋根をイメージしてシャチボン2匹を両端に配置し、中心部分にはパイとその周囲にアイスクリーム、フルーツが配されていた。2人用で1500円。このパフェも現在は販売を中止されている。千葉県柏市の洋菓子店、カフェドジュアンでは、柏インフォーメーションセンターのゆる、キャラ、柏におをモチーフにした、 シュークリームが販売されているが、これは、店主の古田康夫がシャチボンからヒントを得たものである。ありがとうございます。